くーこうせいさん。合ってる読み方。くうせ、でビックマックが入って読むよみたいな感じでこうせいさん。っていうよせ、予想どうですか。違ったら申し訳ございません。おぎぎぎぎさん。ああ、めるるるるるだ。めるるるるるだよ。こんばんざい。ピースパ。あ。ピースパンさん。今日認知した。 ヤッホー,ーあ構成生です合ってますほらちょっと天才かな合ってたよかったお星様ありがとうございますちょっとね配信遅くなっちゃって申し訳ございませんなんかお腹が痛くなって突然それでちょっと死んでたけどもう大丈夫です 指差しありがとうございます。いやあれはなんか突然なんかね突然ね指差しちゃった。こうやって食ってねちょっと勢いいい感じだったよね。<laughs> 中太郎さんお疲れ様ですこんばんざいこんばんざーいピヨピヨピヨおぎぎぎぎすまるだすまるって何好きそれともーうーん。 好き？フフナンシー3大丈夫大丈夫ですもう大丈夫になったからへきよよかったなんか3時に更新じゃないですかショールームって時間日付がだからなんかあれ3時までにさ治んなかったらさ 毎日更新配信がさ途切れちゃうじゃん私でだからもう3時までに絶対治れと思ってたら治ったよかったーもーやんさんこんばんざいこんばんざい負けおぎぎぎぎ負けました好きです好きです好きですって言ってくれる人好きです ピスパンさん女の子でではないですいすや女の子だと思ってたんだよツイッターのアイコンの可愛さとあのお名前にパンダが載ってる何ピスパンなんかパンダみたいな感じじゃん絵文字がだから女の子のねファンの方かと思ったらねまさかの男性だったでも分かってよかった最近なんか フォローしてくださってる方がだんだんね現場であの「ああの人があのツイッターの人があこの人か」ってこう分かるようになってきてとっても楽しいこの人かーって勝手にねこう「あっ」てなってるあと <laughs> は何でしょうか「ナンシー呼び捨てでいいよ」 ナンシー呼び捨てでいいよありがとう呼び捨てで言うねでまたさん付けしちゃってたら教えてねナンシーで呼び捨てでいいよってまた言ってくださいわっハート100個突破って言ってるすごーいハートじゃんかわいいありがとうございます何ハートってさあれ友情なの すごいな。こうたさん、初めまして。初めまして。鹿児島県の電動趣味習いさくらめるです。お願いします。恥ずかしい、なんか。そう、近い、むし。恥ずかしいな。もう、なんかさ。他のメンバーさんの、メンバーの方の。 ショールームのにスクショとか皆さん載せてるじゃないですかツイッターに「今日も可愛かった」とか言ってんでみんなあんなにショールームなのにあんなに可愛いのか分かんないで自分のスクショねみんな撮ってくれてツイートしてくれるの嬉しいんだけどねすごいねもうショック受けるもん他の人との違いに <laughs> あ,のあのさんあのさんベルちゃんはじめまして はじめましてー、鹿児島県の伝道シミナー内桜めるです。お願いします。わえっ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 ええまたハートいっぱい。すごー。ハートだらけだ。ありがてえありがてえ。ありがてえですねー。お星したままありがとうございます。 皆さん日付変わってしまいましたが昨日のリリーベはどうでしたか感想を聞かせてください。<laughs> 教えてちょ。あごめん。私はね私の感想から言うわ。私は 初めてね、まあ、バンザイジャパン今まで出たことあったんだけど、初めてお祭り騒ぎにね、出させていただいて、もうね、ドキドキした、ドキドキなんか、フォーメーションがね、なんかね、間違えたらさ、迷惑かけるじゃん、フォーメーションって。 違うとこ行っちゃったら他の人にぶつかったりとか他の人が通れなくなったりとか人数多いからなおさらさ迷惑かかけるじゃないですかだから覚えてても頭では本番でても何があるかわかんないからすっごいドキドキしてもうねとりあえず頭に叩き込もうイメージ膨らまそうと思って。もうねの 電車の中とかもねずーっと動画見てあここでこっちだよねここでこっちに行くんだよねこのタイミングで後ろ下がってとかめっちゃ頭の中でイメージ膨らましてそう本番に挑んだわけですそしたらできましたよかったねー <laughs> 実は この前のレッスンの時に初めてその今度のリリーベはここのフォーメーションでめでちゃんがやるからって言ってこうフォーメーションここかここだよってこう教えてもらいながら音楽に合わせてこう踊ったりしたんだけどその時ね全然うまくできなくてもう頭が何もうこんがらパンクしそうだったの。 もうここでこことかその一気に教えていただいてちょっとね一瞬で覚えられないかったからもすごいその時はね正直ねボロボロだったんですよめっちゃ迷惑かけたし大丈夫かなって思ったんだけどそのレッスンから昨日の本番までの間にお家で動画見たりちょっと練習したりしてできたんですよかったね よかったしかもめっちゃ楽しかったなんかさリリーベライブハウスよりさなんかお客さんの客お客さんがいるところが明るいからさ普通のお店の店内だからすごいお客さんの顔とかも見えたし後ろの方までね見えたし。 すっごいね楽しかったわあ写真撮ってくれてるとか動画撮ってくれてんのかなーって思ってねわーいって感じでしたあとはそうあとはねなんか「リリーベ」っていう響きが超かっこよくないですか初めてだったからさなんか「リリーベ今日はリリーベです」ってちょっとかっこいい アイドルやんってねなってねとても嬉しかったですくそ長い感想だななんか私のコメントがそう更新されてないかじ、ね、どういうことやどういうことやえメルめずちゃんこんばんざい くらもんさんべるちゃんこんばんざいこんばんざーいイえー、ほんとに偉いありがっぴょんおぎぎぎぎさん本当に偉いありがとうよしさんはじめましてはじめましてはじめまして はじめまして。メルルンこんばんざーい。こんばんざーい。いえいえいえ、みなさん、お名前なんて読むか教えてください。覚える。hello how are you。I'm fine thank you。and you <laughs>。授業で習った、すごい。固定、固定、なんだっけ。なんちゃら、なんちゃら。 みたいなやつしか言えないけど I'm fine, thank you ですはゆいろこよりさんとても綺麗なお名前ゆいろこよりさんすごい綺麗なお名前ですね誰かわかりませんか よし、ね、さんでよしぽんさん初見初見なの足軽の方よしぽんさん私の知ってるよしさんはよしぽんだけだけど合ってますか I'm very happy. Thank you. おおイエーイよかったハッピーならそれでよかったわ。 ピンポーンピンポあってた足軽の方あれなんですね初めて初見なんだななんだなあ携帯からだからかびっくりした初めてなのかと思ったえーと I'm fine too なんで英語 <laughs> すごいグローバルな感じになってきた Fine too. 別の名前はパンダです。パンダさん。パンダさん。パンダ。あパンダいるよ。ほらパンダ可愛くないパンダ。上野動物園で買ったんですよ。可愛い,いでしょう。イエーイ。 やっぱぬいぐるみと撮ったらなんか盛れる小顔効果みたいな <laughs> じゃパンダと一緒にお届けしようかなあ、でも暑いからやめたよしぽんよしぽんイェこの配信のために起きてるもはや生きてるウェイそれはラブメルタンラブ よしポンラブバンザイジャパンのメンバーさんではパンダちゃんって呼んでるメンバーいます本当パンダちゃんって呼ぼうかなじゃパンダちゃんパンダちゃんの方が嬉しいですかパンダちゃんの方が覚えやすいかもしれないねここにの底ね暑いけどかわいいかわいいでしょ名前つけたんだけど何だったっけな なんか、なんか、私忘れた名前つけたんだよ。でもなんかシャンシャンみたいな、パクリみたいな名前にしたんだけど、ちょっと忘れちゃったから、お名前募集中です。新しいお名前。メルタンかわいいから。ありがとう。嬉しいです。メルちゃん。メルちゃんだよ。ん <laughs> お名前は なんて読みますかなんだろう氷氷なんだろうたけのこねえ、違ったらごめんなさいどっちでも反応します本当？とじゃあ気分で呼びますメルタンが可愛いだよありがとうだよ嬉しいだよ嬉しい褒めてくれる メルちゃんパンダとトラ仲良くさせてくださいパンダとトラあトラトラかトラはいなかったライオンならいるよライオン動物園なの私の家トラあ苦しいあ <laughs> 苦すぎないトラはいなかったなちょっと待ってね なんかさ、小次郎さんのコメントを飛ばした気がした、読んでない、なんか、読んだか読んで、読んだかもしれないけど、飛ばしたら申し訳ないか、もう一回呼ぶ読むね。こんばんざい、小次郎です。小次郎さん、こんばんざいよあ。読んだ気もするけど、読んでない気もするの。だから読んだ。パンダとトラ、パンダと、トラ、トラもゲットしたいな。トラス そう、私ね好きな動物ねあれイルカと馬と虎なんですよ実は虎も好きなのそう現代文でね「三月期」っていうさお話があってそれを授業で習った時にちょっと虎に目覚めて「虎かっけえ」ってなったのでどっか読んでないかしら 正解だわ読めるの珍しい本当すごいじゃんすごいじゃんちょっとすごいじゃん監禁順に気落ちたけど <laughs> おぎぎぎたっくんって呼んでくださいえたっくんなのおぎぎぎはたっくんたっくんかわいいねたっくんシンバ正解そうシンバだよシンバかわいいね 暑いね <laughs> 緑のりさんそういえばいつぞやの配信でめるるが黒霧島をしてたから買ってきた素晴らしいそれは黒霧島が喜んでると思います飲んだ黒霧島美味しくないこじろは虎らのとぬいぐるみたくさん持っていますそれはもう知っております見ました いいなと思ったしかもホワイトタイガーとかもっててさかわいいって思ってそう私ね8月ぐらいにね友達と那須のサファリパークに行ったんですよその時ねホワイトタイガーのねコップ買ったんだよという情報タイガーかそうタイガーだよゆうみちゃんから 聞いたんですけど、みずちゃん虹をただのマジまじです。オタクなんですよ。アニメ大好きだよ。二次元も好きだし、3次元はアイドルが好き。まあ2次元二次元のアイドルも好き。歌ぶりとかアンスタとかラブライブとか二次元のアイドルも好きだし。そう、オタク！ おぎぎぎぎぎ三月期あれあちゃあおぎ,ぎぎぎじゃないたっくんねたっくん三月期あれか友達がトラになっちゃう話をねそう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 李朝とか出てくるやつねあれで急にあれ目覚めたのトラトラ好きだわってなったのみおちゃんには読めないからリンゴリンゴロう <laughs> <laughs> なんでどっからリンゴロウになったのね氷たけのこであってんのもう「氷たけのこ」っていうもう読み方で正解ちょっと緑のりさんちょっと濃いけど割と飲みやすいでしょう美味しいんだよでも私はもっと濃いぐらいが好きだけど自分で作るときは多めに入れちゃう <laughs> さんメルタン WWW のライブのときまたトラのぬいぐるみ持ってきますわーいトラに会えるあったっくんわーい仲良くなったらめいちゃんって呼びます突然のめいちゃん <laughs> なんかそれめいさんめいさんとかぶらない大丈夫 <laughs> よシポン、トークポートやり方を教えてもらったかなそう、教えてもらったよ、今日みミオさんにね、トークポートのやり方を教えてくださいって言,言ったらね、そうヨシポンにやり方を教えてあげてって言われたってね、言ってたし、教えてもらった。ありがたい。そうなの、トークポートなんだよ、今日 今日はトークポートだよ。初めてだからとっても緊張するよ。だってテレビ電話でしょ。私友達ともやらないもんテレビ電話とか。緊張するわ。でも楽しみー。えっ、ー、と、雨男さん、雨男さーん、星少々と五十カウントお届けです。こんばんは。サンキューです。 ありがとうございますこんばんは嬉しいありがとうございますタッタッタン,タンよし二次元好きメンバー来た来た多いよねでもワンザイジャパンに二次元好きなオタク多いと思う嬉しいだからお話しできる人がいっぱいいてもっと話したい 小次郎さんアマゾンでトラのぬいぐるみを検索してみてはあそういいかもしんないトラのぬいぐるみ売ってるかなでもなんかさどうせならさ動物園で買いたいくない、ね、ど動物のぬいぐるみって動物園で買いたいから動物園行こっかな一人で寂しいやつか 雨男さんブンストとと <laughs> 略しな文豪ススストトレイドックスとか好きそうだよなブーストはね分かんないんだよねあでも「三月期好きだから見ろや」って話じゃんブンストは絶対もう見たらハマってしまうって思ってるからちょっとねまだ絶対これはもう手足踏み入れたら絶対ハマっちゃうっていうね二次元系がね何個かあってね、まあ、ブンストもそうだし 対してと。刀剣乱舞は絶対ハマっちゃうから。ちょっとね。まだね。ちょっと距離置いてるんだ。いつかハマったら教えます。香りだけの傘は本来のあ <laughs> 本来の読み方は音読みなんだけど、ほぼ全員からそれで呼ばれてるから合ってるわよ。音読みたけのこの音読みってなんだろう？氷は表。 ひょうたけのこの音読みひょうわかんないまあたけのこおりたけのこさんでいいかは <laughs> いたっくんねずっとおぎぎぎぎぎおくなんか染みついててかぶるよなあめるるがいいかめるるなんか最近めるるって呼んでくれる人増えてきたね メルルも嬉しいよなんかね、加入してまだねお披露目とかする前にね、自己紹介したときね、バンザイジャパンのねどなたかがね、絶対ニックネームメルルになるじゃんって言ってた。ールですっ自己紹介したら。その通りだね、本当に。いや、しっぽん。メルたんとトークポートやろうかな、口説いてしまいそう。トークポートぜひぜひぜひのぜひだよ、本当に。 と話ししようよ。くどいてしまいそう。いいよ。くどいても <laughs> 無視するから。無視するはピューって流すかそれかめちゃくちゃありがとうってなんかやるからわかんない。<laughs> こん二ノ丸さんこんばんざいお初ですな。おつおあかんだお初ですか。 鹿児島県の電動紙見習いさくらめるですよろしくお願いしますイエーイ。氷おたけのこさん多分ツイッターのアイコンとヘッダーでわかると思うんですけどガッチガチのアニオタなのでタイヨロタイヨロって何のなのでたいんヨロですオッケーですえ ツイッター、のアイコンなんだろう。よし、ポン。私が虎になりますか、狼になりそう。いいよ、どっちでも。ああ、でも狼の方。ああ、虎もいい。狼も好き。どっちも。好き。<laughs> 狼になりそうで。<laughs> いける。あみおとさん、ブンスタ沼で、あざ、ブンスタ沼でしょ、絶対。ちょっと。無理だわ、もうつ。はまるもん、絶対。ちょっと。だめです。 吉田さんこんばんざいこんばんざーいうェイ多分お読みで読んだら他のメンバーか誰って言われるし氷たけのこでいいオッケーじゃあ氷たけのこさんで決定たっくんさくめるさくめる略してさくめるよしポン冷たくしたら話せさないぞ。 ダメ話さないになったらもうダメだから冷たくしない温かく迎え入れるねかわりたけなかさん対戦よろしくお願いしますの略あなるほどでござる対戦初めて聞いた略なんだけど対戦よろしくお願いしますお願いします兄を太同士よろしくお願いします 二の丸さん万歳にメルミオが感慨深いっすメルミオねみんな言うねそれたっくんあのね気になってたんですが博多のお宅ですか博多のお宅じゃないんですよもともと私このねさくらっていうね芸名だったの前からその時はね言われなかったんだけどね <laughs> 博多ですかってそう でも苗字はねほぼほぼね本名なんだよ実は博多はねでもオタクとかではないけどね福岡にね2年間住んでたからその時とかに結構いろ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 あった <laughs> テレビとか見てたよお出かけとか見てたヒロさんこんばんは初見ですありがとうございますヒロさん鹿児島県の電動市見習いさくらめるですよろしくお願いしますフランスはさんだイエーイこんばんは今日お疲れ様ありがとうリリベ頑張ってきたよ やっほーシェリーン・フォードさんヤッホーヤッホーあパンダとパンダだよほら氷だけの子さんマジ我々ゲーマーでは普通の言葉だったわ本当ああゲームだったら使うか対戦ってよくね使うか対あ太対よろって言うんだへえゲーマーなんですか 私はゲームはあんまりね分かんないんだ得意じゃないんだすごいゲーム下手なの弟に笑われるパックマジか宮脇さんと田島さん推しかと違うんですよ <laughs> フランソワさん今忙しすぎて挨拶だけするよオッケーお疲れ様お仕事かな頑張ってね シェリン・フォードさん、桜桜じゃないよ。桜っていう名字じゃないけど、本名は。でも、漢字が、ほぼ本,本名だよ。雨音がさ、上唇の上ちょっと赤いけど腫れてる腫れてはいない多分カサカサしてる。乾燥してるかも。かな赤いね。 確かに痛くないし大丈夫だよ腫りてはないから大丈夫二の丸さん鹿児島出身でさくらって聞いたらね HKT ってなる確かに確かにね桜島のさくらで漢字は本名から引っ張ってきたっていうだけこれは悲しいパンダ悲しいパンダ 教えない,おい,おいびっくりした <laughs> 教えないさんニューフェイスだニューフェイスですよさくらめるでございます何がたっくん何があっても好きですまだ会ったことないけどこれから会います <laughs> 嬉しい会おうねありがとう会ったことないのに好きって思ってくれてすごい嬉しいです っっったらもとと好ききになるよきっと知らんけど珍しい名前だな珍しい名前氷たけの子さんめるちゃんをひらめで見たんですけどグレートフルの時歌うまいなって思いました本当にうれっぴよ好きなことして生きる そう簡単にはいかないどのところ歌ったんだよマリアさんと一緒に嬉しいし嬉しかった歌う歌うのは好きですでも緊張したら声が小っちゃくなるから頑張るこれからアイちゃんが悲しそうって言った悲しそう。 これど,どういうことパンダあ誰があシェリー・フォードさんのあのアバターのパンダを悲しそうって言ってた <laughs> ちょっとさそんな言われると本当にそう見えてくるじゃんね悲しいパンダ <laughs> 確かにちょっとなんかボーイって感じだねか愛いいけど <laughs> タくん越谷行けずにすまなかったです親に黙って行けばよかったはあこんなねご時世ですからね家にいなさいっていう親もいるでしょ全然いいんだよいつか会える時に会いに来てね待ってるよいつでもそうバンザイジャパンいっぱい会える機会があるからそういつでも会いに来てください あいまるさん、h e l メルちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。h e ありがとう。アバターのパンダ、アバターのパンダね。可 <laughs> 愛い,い、可愛い,いよ。叶いそうだけど、可愛い,いから大丈夫だよ。<laughs> 氷たけの子さん、めっちゃうまいなって思ってて。機会あったら言おうと思ってたんで、言えてよかったです。<laughs> めっちゃ嬉しい。そういう。 嬉しい私はパフォーマンスか,なんか可愛いとか言われるのもさすっごい嬉しいよ自己肯定感で激低ひく女だからだけどそのなんかさパフォーマンスの面をさ褒められるのもさめちゃくちゃ嬉しいもっとたくさんね歌えるようになりたいなと思いますあお腹鳴った <laughs> 嬉しいわーとっても氷たけのこさん一部お披露目の時に下手最善だったから光反射して赤紫の髪目立ってたんで派手髪やんけってなりました派手髪やんけそうなんかちょっと色は落ちてきたけどねなんか 今後ねもっとピンクにしていく予定なんだ今までねそう足軽ジャパンに加入する前は内側だけブリーチしてて内側に赤とかピンクとかのインナーカラーを入れた女だったんだけどなんかねせっかくそうアイドルになったっていうか足軽ジャパンに加入してお披露目だしっていうのでなんかねそう髪の毛 サメちゃーと思ってずっとやりたかったの全部ねブリーチして派手紙にしたかったのねずっともう中学生ぐらいの時からずっと派手紙に憧れててプリキュア好きだから <laughs> 理由そこかよでだからそうやっとできたのそうですそうしかもさ前まで前、あのー、保育士してたから できなかったんだよね髪の毛明るくしたりとかがだからやっとねできたからねたのもう楽しんでいこうと思って派手髪をめっちゃ痛かったけどねブリーチ泣くかと思った <laughs> いや派手髪しか勝たんので派手髪しか勝たんってツイートしてた人もしかして。 誰かハ派手ミしかかたんってツイートしてくれてたんあとリップしてくれたんだよねその同じ人ハ手髪しかかたんわかるわかるわかるよわかるわかるよ君の気持ちシャリー・ホーザさんちなみに桜田ん推しだったらりママと喧嘩するのをおれてたなんで喧嘩になるの そうだよ。あ、本当そうやっぱりそうリップでね派手髪しかカタンってきたの覚えてるよ全然派手髪に見えないねピンクシャンプーを頑張れ頑張れ私お腹痛くてちょっとさ寒かったからささっきまで裏らきのねトレーナーをね来たんだよこれ。 ちょっと暑くなってきたねこれ可愛いんだよ今日着てるのほら見て片思いって書いてるんだわかる片思いトレーナー可愛いでしょ大好きなメリージェニーのお洋服でございますよパンダパンダはっは,っはパンダはっはは暑いなパンダは テリーホーズさんリマはジュリり直しだからあそうなんだジュリり直しなんですねリマさんさくら担当そうだねなんかいろいろいろ,いろうん <laughs> そうなんだ香りたけのこさん トレーナーナめっちゃいいっすねかわいいかわいいでしょーお気に入り冬にいっぱい行きたいなーと思っておるすご <laughs> いいっぱい人が来てくれてうれしい <laughs> 今何分だ <laughs> 45分ぐらい暑いわやっぱり裏らきもうらもに毛布かぶってるから毛布足にさかけてるから暑いのかな「わかるわかるよ君の気持ち」 好きなことして生きる二の丸さんそろそろ寝るっすおやすみおやすみなさい来てくれてありがとうございました明日はおやすみかないやでも月曜日かわお。お仕事か何かが分かんないけど頑張ってね10日に会えるかな10日 いるんですか。ライブ。来てくれるんですか。十日。都内組も頑張りますよ。会えたら嬉しいな。ぴさん。ぴさん。ぴさん。はじめまして。はじめまして。さくらみるです。ぴさん。たぶんね。舞香さんのね。ショールームでね。見た気がする。<laughs> 今日は配信前に寝た感じ今日は配信前に寝てた。お腹痛くてね、死んでた。からね、全然眠くなくて困ってるよ。氷たけのこさん、二条と入ってくれて話しできそうでめちゃくちゃ嬉しいです。また話してください。ぜひ、いっぱいアニメの話しましょう。この前はね、はショールームでね、おうちにね、あのね、リゼロのラムちゃんのね、フィギュアがね、いっぱいあるんだけど、 そのね、フィギュアとともに配信したのこうやってね3体ぐらいこうやって <laughs> ビー玉さんメルちゃんメルちゃんだよメルちゃんだよーピーさんで、ね、ピさんあいますね杏さんのさオタクの方ピーマンさんもしかしてすごくない,いこっちから認知してる <laughs> 勝手に <laughs>。 ーたっくんそういえばさショールームの名前とツイッターの名前違うのに気づいてくれたみたいでうれしかった気づいたよだってツイートしてくれたからねそういいねした。 かわりたけなこさん。ああ、リゼロ見てないんだ。このスバとか、おぼろ派。えー。リゼロ、いいよ。面白いよ。ツイート大事だ。あ、違う。ピーマンさん。あーそうですね。怖いので消えてもよろしい。消えないけど。消えないでよ。<laughs> 消えないでよ。 たっくん、ツイート大事だ。ツイート大事だよ。ちゃんと見てるからね。そう。見てるよ。自分のことかなって思ったらね、いいねする。また自分のことじゃなくてもね、いいにする。<laughs> そう、楽しい。みんなのツイッター見てるの。 シェリーフォードさん俺もまだ見てない見ててなないいの見て <laughs> リゼロね私はねなんかみんながねリゼロリゼロ言うからねあえて見ないぞこんにゃろうって思ってたんだけどねあれ見たらねハマったよねやっぱみんなが面白いっていうだけあるなって感じだった。 ヌッキーさんメルちゃんメルちゃんだよイエイエイエコオリタケのコさんリゼロこの前アマプラで公開終了したから見れん見れんの私はね何で見たっけああでも再放送してたからねそれでね一気に見たんだよねその時に 二期が始まるからって言って、一期をさ再放送してた時に。見たから。たっくん、今日のリップよくシンデレラガールって分かったよね。そう、分かったよ。シンデレラガール、分かるよ。かっこ。C. V.。永瀬廉はめっちゃ笑った <laughs>。笑いながらいいねした。 リーホーさんアニメね私も最近はさそう足軽ジャパンに加入させていただいてからすごくねありがたいことに忙しくさせていただいてるのであれテレビとかね見る時間がねないかもライブとかあったりレッスンとかあるとねだから全部録画してるんだけど録画もね消費しきれなくなってきたからね 結構溜まってるねだけど私ちびまる子ちゃんが好きなんだけどちびまる子ちゃんのね録画も溜まってたからねさっきちょっと見てた <laughs> ピーマンさんなんかのツイートいいねされたけど全くメルちゃん関係なくてびっくりしたよねもうメルちゃん関係なくてもねいいねしちゃうんだからいいねしちゃうんだから もうね、アンさんかわい,、ね、いいねいいねマイカさんかわいいねいいねって勝手にねいいねしちゃうんだピーマンさんアニメならソーダとアートオンラインとかブラッククローバーとか面白いよおもなんかさみんな好き言うよねソーダアートオンラインはもうアニソンは好きだけどまだアニメは見てないから見たいですブラッククローバーも見たいな おすすめしてくれてありがとう。見ます。氷竹の子さん。このすばみたいなギャグテイスト異世界転生が好きです。なるほどね。ギャグテイストか。ギャグテイストのアニメ私、銀玉ぐらいしか見てないかも。私ね、結構ね、うつアニメとか、なんかアイドル系か。 なんか救われない系 <laughs> 救われない系なんか重い内容のままどまぎとかさなんか重い内容のアニメがね好きかなあのね推しがどんどん死んでいくような <laughs> アニメが好きかもしれない好きになっちゃう推し死にがち本当にたっくん本当とは岸くん 担当なんですがね。そうなの？岸くん歌上手だよね。シェリンシュリンシュカムじゃん。シェリンフォードさん来週からねそのさ名前ねその作者というか脚本家というかの深夜アニメ見るでってさそのね名前はね読み方は分かんないけどねそのアその方のアニメはすごい好き。<laughs> 読み方が分からん。 ピーマンさん、では僕は寝ますこれから頑張ってねありがとうございますおやすみなさいビー玉さん下げとかはあ下げも好きだよよいしょいしょめっちゃ見たの前だけどねちょっと水飲むね おいしいこういたきのこさん今期の「無能な7」ってやつやばいらしいですよ「無能な7」えどういうどういう系なんだろう全然情報を終えてないな今期のアニメのどうやばいんですか しシリン・フォードさん、前田淳。前田、えあっ前田って読むんだ、それ。すご感動と、謎の感動。ぬっきーさん、ギャグテイストの転生アニメだったらテスラとか。転スラでしょ転生したらスライムだった剣みたいな。それもね、なんかね、友達がね、 天聖ものだった天聖らしきって言ってんだけどねなんか面白いらしいけど見てないんだよねービー玉さんお水美味しい聞いただけ美味しいよセブンのお水 <laughs> セブンのお水です 有識,者にさん有識者によると学校暮らしとか窓紛みたいにめちゃくちゃ巧妙な PV 学校ぐんどういうこと学校暮らしとか窓紛みたいにめちゃくちゃ巧妙な PV 詐欺してたしうう、えー、あその無能なな,な無能なな,なが言いづらいね無能な無能なな,なシェリン・フォードさんなんやねん なんやねんシェリー・ホードさんシャーロットぶりの新アニメああそうやんシャーロットも大好き私というかキー作品が好きなんですよ「クラナド」とかね「エアー」とか「カノン」とか「エンジェル・ビーツ」も好きシャーロットも見たよそれはじゃあ新アニメ見ないといけないね 前も見るわ。ザッキーさんこんばんは。初見みたいな。初見初見みたいな。初見。初見みたいな。初見。それはもう初見じゃないですか？うし <laughs> くんさん初めまして。初めまして。鹿児島県あ、鹿島県の伝道趣味ならいさくらメールです。よろしくお願いします。イエーイ たきの子さんそうなんかめちゃくちゃ重い内容らしいんですけど PV 見た感じある軽かったのでうわそういう詐欺か確かに <laughs> <laughs> 重いアニメって分かんないでさ見てさ重いアニメが苦手な人とかがさうわってなっちゃうね私は重いの重いアニメ大歓迎だけど苦手な人はほんと詐欺にあった気分だろうな 大変だわンンザッキーさん今日緑のモンキーライフの服を着ていたザッキーですモンキーライフって何緑の洋服だった人でもモンキーライフって何猿猿生活ヌッキーさんペティー あ名前だったそれはもう <laughs> あとは痛いのは嫌なので防御力に何だっけそれ曲振りそう見てないんだよねそれも友達にねおすすめされたの私がね見てたなんかのアニメの次の時間ぐらいにやってたんだけどそれ見てないんだよねちょっと見ますみんなにおすすめちょっとスクショしとこっかねみんなにおすすめ されたやつザッキーさん今日のこしがやレイクタウンのリリーベにいたよわっじゃあお会いしたんですねやった来てくれてありがとうございました楽しかったですかどうでしたかシェリンフォードさん泣けるアニメ好きだねそう泣けるアニメ好きクラナドとか特にエンジェルビーツとかもめっちゃ泣いたあの花もだけど 泣いたっていうとうしくんさんキースタジオではっとりさんの前にいたおっさんです把握 <laughs> はっとりさんの前にいたおっさんですそして私はさくらみるですああ。もうねみんなのね名前ファンの皆さんのね名前覚えたいからね 今日みお <laughs> さんとねみんなで、ね、こうなんかゼッケンにつけてきてほしいって思うって思うって言ってたんだ名前ここに「もう俺はぬっきーです」とか「俺はウシ君だよ」とか「誰々推しのウシ君」とかさこうなんかゼッケンつけてきてほしい <laughs> そしたら一瞬でに覚えるんだよ ぬきーさん、もしくは、縦の勇者の成り上がりってあってる <laughs> 感じは難しいわ。それも見てないな氷香けの乃子さん、窓巻きもそうでしたよ。あ、そうでしたでしょ。魔法, <laughs> 魔法少女でキラキラだよみたいな CM でニヤまで明るいエンディングなのに。確かに。 あんなかわいいさ女の子たちがまさかさねって思うよねだって見た目だけだったらあれもプリキュアとかそっち系だと思うじゃん魔法シャワーでカモンキランキランみたいな全然違うやんっていうタッキーさん服に書いてあった名前がモンキーライフなるほどねモンキーライフっていうお名前のお洋服 恋たけのこさん3話でマミさん壊われたし <laughs> もみられジャッキーさん楽しかったよ半年ぶりのバンザイジャパンのライブ復帰したよ3か月ぶりだったあ間違えた急に間違えた半年ぶりだったんですねわ半年ぶりにありがとうございますやあはじめましてだ 牛くんさん何蓋つけておきましょうかつけてきて <laughs> つけてつけてザッキーさんたぶん最後にお辞儀したような気がするお辞儀お辞儀したお辞儀した人お辞儀した人いたわあなたですかフフフイエーイ 今日でもなんか物販中特典会中にさあのファンの皆さんとねこうちょっとお話お話というかなんかお話 <laughs> して楽しかったお名前教えてとか言ってお話して楽しかったザッキーさん今度名札アーチちょちょっぴ 待ってね。うしくんさん、T シャツ着てれば名前書いてあります。あ、ほんと ?T シャツ用チェックだね。シュリンォードさん、俺はいらないと思う。パンダの格好してきてよ。<laughs> ジャッキーさん、今度名札つけていくか。せいか、今度ライブ行った時にチェキ取りに行くよ。それは嬉しい。ぜひぜひ、始めましてしましょう。ぬっきーさん、そう、あ、そういえば。 10月31日ワンマンで昼の部の番号2番だってすごいお強いじゃん2番すごいねなんかさツイッターとか見たらさ結構さ後の方の番号の人がおお多い感じだったからさえそのなんか1番2番とか存在してるって思ってたんだけど存在してるんだおめでとうダッキーさんなかなかコロ,ナでコロナで遠征したから。 そそうそうコロ,ナコロナでねたぶみんな一時ライブに来れなかった人とかもきっといるよねザッキーさんお辞儀した人ですザッキーですお辞儀した人ですさくらめるですうん <laughs> 牛くんさん鹿児島にいつくらいまでいたのですか鹿児島に いいつくらいまでいたえっとね高校を卒業するまでいたから18歳高校卒業までいましたその後は2年間福岡に進学していて2年間福岡進学して卒業したら就職で東京にこう上京してきましただから東京は4年目今今年 4, 4年目です です氷の子さんんメルちゃんアイドルアニメで女の子好き向けが好きならあ好きならキンプリどうですかキンプリってさキングプリンスじゃなくてキング・オブ・プリズムの方のキンプリキンプリねなんか一回なんかキャラクター一覧みたいな見た時にあんまりねあ推しって感じの人がね いなかった感じがしたんだよなわかんない見たらハマるんだろうけどねいやーいろいろ系の好きなんだよたっくん小学校の頃の札あるかな <laughs> 小学校の時の何年何組ってやつつけてくるヌっきーさん 俺の場合は名札よりも車椅子っていう特徴があるね認知確かにそれはもう覚えたね牛くんさんキースタの時はスーツだったからスーツの方いたかもいいよねスーツってもうみんな さあ本当に名札つけてきて <laughs> それかもう顔に書いてくる私も書こうかなここにメールってシェリーンホールさんはげてるパンダはげてるパンダはげてるの <laughs> パンダきてきて牛くんさん だいたいスーツでうらうらしてるてるるハゲおっさんですスーツえい,いつも基本的にスーツなんですかじゃあスーツの人いたら牛くんさんかなって思うそれかスーツの人いたらマリアさんに聞くわあれは牛くんさんですかって聞くねザッキーさん赤い衣装着ていたかな白が星空ちゃんだったような逆逆 私がね、白でね、私と菜の花さんが白でね、美おさんがね、赤だよ。足軽の衣装。王、あ、うしくんさん。王、生粋の鹿児島さんだ。そうだよ、鹿児島さんだよ。鹿児島県さん。だから見る。うしくんさん、嫁の田舎が鹿児島で数回行ってます。あ、そうなんですか あらあら鹿児島のどこかしらザッキーさんフォローしてなかったから今フォローしてきたありがとうございますフォローありがとうございますうれピよほらばしとくね氷けの子さんそっちだよマジかプリティシリーズ系プリティシリーズ系列だから曲もいいし あ、曲はマジでいいし面白さ保証しますそっちだよねやっぱ <laughs> まあ、ね、面白さ保証されたそれはもう見るしかない見るしかないなザッキンさん推しはしおりちゃんだよしおりさん推しさんなんですね牛くんさんスーツといってもワイシャツで金ブレ黄色がっつり振ってた おおスタイリッシュオタクやん。いいね。キンブレ。いいなぁ、キンブレ振って。いいね。キンブレっていいよね。ああそこに私のオタクがいるわって。たぶんね、嬉しいよ。ラッキーさん、逆だったか。あ覚えてよ。本当白着てるから、覚えて。 ェホーーダさん、スーツスーツしないスーツ着てないハゲは俺 <laughs> スーツ着てないはハゲなの <laughs> ハゲハゲでも全然ねいいと思うけど気にしない <laughs> なんてさ返せばいいかわかんない <laughs> かいたけなんかさん。一応、プリティシリーズ知らないと最初意味わかんないかもしれないですけど、ぜひ。最近、こまちゃんをプリパラの輪に叩き落としたので、よければプリパラもよろしくお願いします。プリパラはゲームやってたよ。あの、アーケード、ゲーム。友知家とか、一時期やってました。これやってたの。 一人でねバイト帰りとかにね <laughs> おっきいお友達がね座ってくれてでやってたアニメは見てないんだけどねぬっきーさん「今スキルマーケットでみなとさんに落書きセンスお願いしてあるから今月のワンマンに持っていけるといいな」なんか 落書きセンスさ先輩方が皆さんなんか描いててすごいと思ってる何そ,それはあれですかグッズグッズなんですかセンスに落書きしてもらえるの素敵シェリン・フォードさんよかった <laughs> ジャッキーさん今度ライブ行った時チェキ撮るしかないなそれはそうぜひぜひ撮りましょう

実家にね置いてきたプリパラのあのカード置いてきたわでもうんやってたよキャ <laughs> そろそろ終わろうかな1時間ぐらいやったのでそろそろ終わろうかと思います ザッキーさん、俺はたまに赤い服着たりしてるたぶん今度ライブ行く時は白かな赤か白すごいバンザイジャパンカラーだ白 OK 川内さんこんばんはこんばんはこんばんはこんのんはこんんはこんば持ってるの強すぎる強いやろ強いやろ ラッキーさん年齢的にはコマちゃんとうみちゃんと俺は同い年コマさんとうみさんって何歳だろう年上かな年上かな分かんない分かんないちなみにさくらめるは23歳だよ今年24歳になるようん。<laughs> そうチックあ これ、足換ジャパンのこれ公式,だ公式だからあれだけど、さくらメルのね、個人ルームの方にね、プロフィールね、更新したんだ。生年月日とか、血液型とか載せたので、ぜひ見てみてください。たっく、うん、お休みかなお休み。多分まだ寝ないけど、そろそろ終わりにします。配信は。 ザッキーさん白じゃない時もあるからほんとじゃあザッキーですって言ってくださいルッキーさんセンスの両面に推しが落書きしてくれる限定3名えー、すごー絶対楽しい私お絵かきとかめっちゃ好きだからねそれは素晴らしい楽しそうですねたっくんあら 二個違いなの二個違いなの氷たけのこさん年上はよ年上なのかザッキーさん俺の年齢は27歳27歳若いね若いね27歳若いね何回 <laughs> 言うんだよ川内さんおやすみなさいおやすみなさい コメントし,してくれたばっかなのに終わるって言ってごめんなさいシェリーン・フォードさんまあ他に普段行ってる日本人じゃないのは俺かなじゃあすぐわかるねきっとヌッキーさんそう誕生日がジュリアさんと同じなんだよねそうなの光栄すぎる誕生日一緒なんだよしかもねしかも A 型も一緒じゃなかったっけ運命かもしれない 運命かもしれないです。ザッキーさんそんなに若くはないよえ。若いよ。27歳。じゃ、そろそろおしまいにしますね。ありがとうございました。今日も今週も今週も木曜日と日曜日の担当の時、見に来てくれてありがとうございました。楽しかったです。 ヌッキーさん40になるおっさんです40もおっさんじゃないよ40歳なの40歳になるの平野さんめずちゃんこんばんざいこんばんざい今来たばっかりあらおやすみそうごめんねおおしまいなんだ1時間やったからもっと話ししたかったけど明日とかに個人ルームでやればね やりたいなと思うあそう今くんいっぱいいるから今のうちに言っとこうさくらめるの個人の方のショールームもアカウントあるのでぜひフォローお願いしますこれから毎日配信したいなという強い気持ち頑張るぞぜひフォローしてねツイッターもフォローお願いします あおしまいにするねおつですありがとうコウリタケノコさんナンシーさん配信ありがとうありがとうザッキーさんお疲れ様おやすみおやみありがとうねうしくんさんおつ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 シリンフォードさんおやすみおやすみなさいタックンおやすみおやすみナンシーさんまたねまたねルッキーさんしがるメンバーセンス楽焼きセンス取り扱いはないみたいそうだね 何もまだ知らないわ。これそうだね。ワンダイジャパンになってから昇格したらできるのかしら。ね。ありがとうございました。じゃあおしまいにするね。パンダとともにバイバーイ。おやすみなさーい。来てくれてありがとうございました。おやすみ。バイバーイ。あああ。あ